皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。NHK 連続テレビ小説、カムカムエヴリバディ。2022年2月2日放送、第65回で、とっても気になるシーンが。丈一郎、小田切丈さんが、子供たちの草野球を見守っています。一瞬、空を見上げ、ズボンのポケットから手帳を取り出すと、そこに五線譜と音符のようなものを書き、何かメロディーを口ずさむような動きを見せます。かなり意味深なシーンでしたが、その続きはお預けのようです。これには SNS も大盛り上がり。音楽忘れてなくてよかったよ。あ、五線譜書いて作曲。生き直してるジョーに復調の気配が。ジョー、いよいよ復活かな。五線譜。音符。音楽やりたくなってきたのかな。ジョー、ただブラブラしてるように見えて、ずっとメロディとか書き溜めてたん。などのコメントが相次ぎます。演出の二見氏は、このシーンについて、こう明かしていました。あの場面は、前週の放送から、時代が10年飛んでいる中での、丈一郎の現在地。ただ、家でグダグダしているだけではないというところ、家族には見せない一面があるというところを少しお見せした。そして、今回のお話の中心は、時代劇が大好きな小学4年生、大月ひなたちゃん、新津千世さん。楽しかった夏休みが終わり、2学期に入ったある日、ひなたのもとにビッグニュースが飛び込んできます。家からほど近い渦政に映画村というテーマパークがオープンすると言うではありませんか。ひなたは授業中も映画村のことで頭がいっぱいです。妄想しちゃうところはお母ちゃんに似たようです。ひなたの両親、ルイ、深津絵里さんと丈一郎もそこまで夢中になって喜んでいる娘の姿にダメとは言えません。こうしてひなたはお父ちゃんと一緒に、意気揚々と映画村へ出かけていくのでした。その一方で、二人を明るく見送ったルイが、浮かない表情で店を閉めて、どこかへ向かう姿も描かれました。映画村でのひなたは、時代劇の世界を大興奮で満喫します。すると、そんなひなたをさらに喜ばせる、新たな情報が飛び込んできます。来年の春、憧れの時代劇俳優、桃山剣之介、尾上菊之助さんがやってきて、サイン会が行われると言うではありませんか。映画村で遭遇した同級生で、電気屋の息子、吉之丞、石坂大志さんは、息子に、めっぽう甘い父に連れて行ってもらえるそうですが、ひなたのお母ちゃん、るいは、そんなに甘くはありませんでした。帰って早々に、入場料の1500円をねだるも。4年生にもなってお手伝いもせんと、あれしてほしいこれしてほしい言うんやないの。あかん言うたらあかん。ときつく怒られてしまいます。ひなたはショックで家を飛び出してしまいました。いつも以上に声を荒げたルイの様子に、丈一郎も驚きを隠せません。ルイには、ひなたにもう少ししっかりしてほしい理由があったのです。実は、お腹の中に赤ちゃんを授かっていたのです。ひなたにお姉ちゃんが務まるのか、心配していたようです。事情を聞き、丈一郎は、ルイと共にひなたを迎えに行きます。河川敷で肩を落として落ち込んでいるひなたを見つけると、ルイはまず、怒ってしまったことを謝ります。お母ちゃん、ひなたにしっかりしてほしかったんや。と話すと、もうすぐ、お姉ちゃんになるんやから、と。そして、ルイは自身のお腹に手を当て、ここに赤ちゃんがいてるんや。と明かします。やった。赤ちゃんや、と飛び跳ねて喜ぶ、ひなたなのでした。お姉ちゃんになることを喜ぶ、ひなたの姿で幕を閉じると、SNS 上にも、ひなたお姉ちゃんになる。ルイ、おめでたな。二人目ご懐妊、おめでとう。わあ。
おめでただった。大月ファミリー、おめでとう、などの祝福が殺到。しかし、その一方で、視聴者として心配なのは、回転焼き屋の収入だけで、家族4人が暮らしていけるのか、ということ。今の暮らしは、すべて、ルイの肩にかかってるので、不安。お金の心配しちゃうな。ジョーさん働いてくれ。ルイが働けない間の家計、大丈夫かな?といった心配の声も相次いでいました。今回は、トランペッター大月丈一郎が、音楽の世界に戻りそうとも思えるシーンを。このタイミングで、彼が復活してくれれば最高でしょうね。次回、2月3日放送の第66回では、ルイは悩んでいました。12月に入ってから、急激に、回転焼きの売り上げが落ちていたのです。その原因はまさかの。一方、日向は、憧れの桃山健之助のサイン会に行くため、空き瓶を拾って、酒屋さんに持って行って、お金を貯める、空き瓶貯金を始めました。お年玉も合わせて、ついに、目標の1500円を貯めた日向は映画村へ。そこで待っていたのは、ある運命的な出会いでした。という展開になるようです。運命的?誰と出会うんでしょうね。日向ももうすぐお姉ちゃん。めでたいめでたい。まだ、男の子か女の子かは、わからないでしょうね。皆さんの中にはわかっている方も多いと思いますが。清子さん。ご近所で10年以上の常連さんのようですが、お生まれはどちら?とか話題にならないのかな?そろそろ気づいてくれ。一恵のお母さんは、最近、どうしてるのかな?ここからは、ネットの声をご紹介します。やっと桃太郎の誕生ですね。家計のやりくりが心配で、暗い顔だったのね。そりゃそうだよな。でも、ジョーって、能天気を演じてる部分があるのかもね。手帳出して何か曲書いてた。本当は、何とかしなきゃ、音楽をまたやりたいと、もがいているのを隠しているのかもしれない。でも、あのかっこいいトランペッターの姿を、日向や、これから生まれる桃太郎にも見せてあげて、と願わずにはいられない。視聴者が、丈一郎のことを心配するほどにさせているのは、その後の仕掛けがあると見た。音楽家としてぜひ再出発してほしい。日向ちゃんは本当のお父さんの姿を知らないのだから。ルイの別行動が生活苦のためお金の工面に奔走してる。と思い、ドキドキしたのは私だけでしょうか?結果、新しい命を授かったという。幸せな結末で、本当にほっとしました。ルイが深刻な顔して、ジョーに何か言いたそうにしてたとき、いよいよ家計がやばいのかと思った。第二子妊娠で、びっくりこいた。今後の展開が気になる。なんとなく二人目なのでは?と思っていました。河原で、ジョー一郎が、少年の野球を見ていた時に、ふとメロディーが降りてきて、それをメモるようなシーンがあったので、トランペットもそうですが、作曲の方へ進む展開になるといいなぁと思います。大判焼きだけでは、収入が心配。そろそろ、ジョーがトランペット吹けるようにならんかな。ジョーもなんか仕事してほしいな。回転焼きだけでは寂しいな。おはぎも作らんかな。店に貼ってるけど他のメニューもあるみたいだけど。現実的に考えると、ジョーが2位と、回転焼きの収入のみで、今でも相当苦しいでしょう。まして、ここで子供が生まれるとなると、どうなりますかね?夏場は回転焼き売れないだろうに、かき氷もやらず、回転焼き一本の商売か。ドラマとはいえ、もう少し、現実感を入れてくれればもっと入り込めるのに。絶望からの再生。
あの時より10年を描く、この3日は、すべてが、音楽家ジョー再びへの布石だと思い、見ている。家業をルイに任せて、ブラブラしている風に過ごす姿は、ごく一面に過ぎず。だって、かつての、あのジョーである。見えない部分に、人の本質は潜んでいる。見えることだけで、人は簡単に判断してしまう。考えさせてくれる、この作品である。演出の方が、家族には見せない面を少しお見せする。ということは、やはり、それをちゃんとした見せる場があるということでしょうか。ジョーさんなりに、しっかりと考えて頑張っているのではないかと、今日は思いました。周りに、いろんなことを言われながらも、ある意味強い人だなぁと。サンタの存在を思い起こさせた赤西親子の会話。そろそろ、サンタ登場の伏線かなって思いました。ルイの妊娠、ジョーの作曲に匂わせ、映画村とこちらも伏線ですよね。ジョーにも収入があれば、ルイの助けになるし、そこに気づかないジョーではないと思うんだけど。子供一人から、二人って大変って聞くし、歳も離れてる。これからは、ジョーが大黒柱となって頑張る姿が見てみたい。本来なら、日向にしっかりして。っていう前に、ジョーに言いたくなるけど。ジョーは、このままでは終わらない兆しが、ちょっと見えた気がして、期待したいです。キビの城が開けた記憶の城。暗闇でしか見えぬものがある。暗闇でしか聞こえぬ歌がある。キビの城のこの決め台詞がジョーのキーワードで、暗闇、トランペットが吹けないが開けて、ジョーのトランペットが復活するのでしょう。じゃんじゃん。と終焉となる、まさに。オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート。暗闇から日向の道にと続いていくのでしょうか。どのようにして、日向の道にたどり着くのか楽しみですね。ジョー、音楽からは、すっかり離れているのかなと思っていたけど、メモ帳を持って思いついたメロディーを書き溜めていたのかな。ルイの思い悩んでいる様子、ジョーのことかなと思ったら、おめでただったのですね。日向は、感受性豊かで、素直な子に育っていて、いいお姉ちゃんになりそう。そして、日向の妄想癖はルイ譲り、かっこ、笑い。出演者の名前で、足立由美を見つけていたから発見できたけど、年齢不詳すぎてわかりづらい、かっこ、笑い。三者三様に何かしら動き出す兆し。日が当たる幸せな生活でありますように。日向には、お姉ちゃんになるんだからしっかりして。と言ったけど、丈一郎には言えないルイの心はどうなのかな。大丈夫かな。五線譜を書いた後で妊娠が分かってよかった。先に赤ちゃんのことを知ったら自分も頑張って何かしなきゃと無理をするかもしれなかった。丈一郎の苦しむ表情を見るのは辛い。自然の成り行きで音楽が戻ってきたのなら何よりです。ジョーさんってひょうひょうとしてるけどいいお父さんだよね。日向に目いっぱい抱きつかれるし、日向がお父さん大好きなのが伝わってくる。ルイの気持ちの変化にも敏感。二人目が生まれるとなると家計が心配だけど、ジョーが少しでも音楽を取り戻していってくれたら嬉しいな。しかし、あの緩そうな野球コーチ姿、おっちゃんそこバントやでと少年から突っ込み入れられてたのが笑えた。演奏は無理でも作曲はできるという流れで復活を希望。ジストニアとかイップスとかはなかなか治らないものらしいので、もう一度トランペットが吹けるようになるという展開よりも作曲家として復活の方が納得しやすい。金子隆博さんも作曲担当として制作陣に名を連ねていることだし、ここは現実とのオーバーラップの方が美しい、かな。ジョーの中には、まだ、音楽の血が流れていた。ベンチでリズムを口ずさみながら、メロディーを書き留める姿を目にして、思わず涙ぐみました。
酒屋のおじさんも仕事もせず心配していると言っていたけれど、これから再びトランペットに触れる機会がやってきて、今までの時間を取り戻すかのようにまた音色を奏でて周囲をも圧倒させてくれるのではと密かに期待しています。無償の愛なのかなと思います。店頭にいるのにお客を10人も返してしまうジョーですが、かっこ笑い。ルイが許しているのは彼から無償の愛をもらったからでしょう。相手が何をしてくれなくても存在だけで愛おしい。自分のダメさを含めて丸ごと受け止めてくれる。それが無償の愛なので、生きていたら注いでくれたであろう父は死に、母とは誤解のまま別れてしまったルイにとって無償の愛は一番欲しいものけれど、人は愛を与えられただけでは真の幸せにはならず、相手に与えたいと湧き出る自分の愛を感じた時に、物質的なものを超えた豊かさを感じ幸せになっていく。今ルイはその状態になれたので、ようやくここから母はどうだったのだろうと考えられる段階にたどり着いたのだと思います。それにしても第二子はおめでたいですね。兄弟、その意味は父母が仲良く生きているということですから。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。